はい、先ほどから引き続きまして今度は啓発についてお話をさせていただきたいと思います。ティール&ホワイトリボンプロジェクトの方で今までにやってきたことなんですけれども、患者さん向けにおしゃべりルームというのをやっております。これは患者さん同士が体験を分かち合って、で人生前向きに生きていくためのノウハウをお話し合うみたいな会なんですけれども、今現在お茶の水でやっております。ただ別にオレンジティーという患者さんの会がもともとございまして、それが運営をしているんですけれども、それが静岡県で3カ所で、この東京でティール&ホワイトリボンの支援を受けて行っている。また別にですね、オレンジティーの方では今年度より千葉県と、あと神戸、あと富山と、今後群馬でもこのおしゃべりルームを全国に徐々に広げていくという活動を行っております。また次にですね、啓発小冊子マテリアルの作成を行っております。皆さんのお手元にもですね、こちらの小冊子をお分けしておりますけれども、これを作りまして約10万部配布しております。これはですね、自治体、全国の自治体ですねに配布したり、クリニック等で置いていただいたりというのをしております。またマグネットリボン、今日ちょっと用意してないんですけども、マグネットリボンやいろいろなこういったティール&ホワイトリボンのグッズなんかを作成いたしまして、啓発を行っております。こういったグッズはですね、大手 のポーラさんであったりとか、生命保険会社であったり、全国 のいろいろなところにお買い求めいただきまして、これまた啓発の資金に充てていくというふうにしております。で4月25日は私のセッションなんですけれども、グローバルマザーというものを刊行いたしました。今日後ろの方でもお配りしているんですけれども、なぜ私が子宮頸がんの啓発を始めたかということ、こういったことをきちんと一冊にまとめて皆さんに分かりやすくご提示できたらなと思いまして、ティール&ホワイトリボンなぜ始まったのか、こういったことも細かくご紹介しております。あと今後昨年は2011年10月12日ですね、大阪市でオリックスバッファローズがティール&ホワイトリボンデーというのをやってくださいまして、で今年度もこれ協力していく予定でございます。で他にもセミナーやイベントをやっているんですけれども、2011年11月4日にはですね、静銀でリリコさんをお招きいたしまして、女の綺麗は健康力で、これは2回目になるんですけれども、1回目はベニさんという若い 女性のシンガーの方をお招きして、第2弾で昨年リリコさんをお招きしてやっております。で東京ではですね、渋谷の109ですね、若い子たちが非常に集まるスペースですけれども、祝日にキャンキャンのモデルの平山美春さんをお招きいたしまして、トークショーを開催いたしました。で今年はですね、これから明日ですね、6月9日にアンチエイジングを表向きのテーマに据えまして、子宮頸がんの啓発をいたします。で明日はですね、今のベストセラーですね、アンチエイジングのもう大家なんですけれども、南雲先生にお越しいただきまして、アンチエイジングのお話をしていただきながら、実は子宮頸がんの啓発をするというようなことをいたします。非常に若い女性に子宮頸がん表向きにしてしまいますと、なかなかその啓発が難しい、また人を集めるのが難しいというところもありますので、そこをいかに若い女性の方たちに子宮頸がんを伝えていくかっていう、その取っかかりにするかということで、こういった工夫をしております。で先ほど言いました企業とのタイアップですけれども、先ほどのマテリアルに企業のお名前を入れさせていただいて、これを印刷させていただいて、お金をいただいて印刷して市町村に配る、本当に全国のすべての市町村にお配りしております。で今現在ポーラ様とはですね、私もやってるんですけども、スキンケアですね、チェックをすると1回10円ティール&ファイトに寄付してくださるっていうようなことをしてくださっております。それはまたホームページの方でもご紹介していますので、ぜひ見ていただければと思います。でこれからの活動なんですけれども、本日ですね5時からポーラ銀座ビルがございます。ここからもう歩いてもすぐのところですけれども、ティール&ホワイトリボン色にライトアップいたしまして、子宮頸がんの啓発をするということをいたします。で今後もですけど、患者さんたちの支援の、それをリリースにつきましては皆様のお手元の方にリリースを出しておりますので、ぜひ今日興味のある方は見に行っていただければと思います。またこういったことも記事にしていただければありがたいです。また今後もですね、体験者の分かち合いの会を今後も東京で月1回、また全国にもこれを広げていく予定でおります。で10月にはまた
オリックス戦にてティール&ホワイトリボンで行いますし、11月23日は東京で啓発、まあ、静岡、毎年静岡というんですけど、私があの静岡出身であることもありまして、11月24日には続けて静岡で啓発イベントをやる予定でおります。僕本当非常に草の根の活動なんですけれども、スポンサー企業さんと、また全国の TWR フレンズというティール&ホワイトリボンを応援してくれている個人の方たち、こういう方たちと一緒に啓発活動をやっていきたいと思っております。余談なんですけども、私たち啓蒙という言葉を使わないんですね。私役所に入った時に一番最初に啓蒙という言葉を使っちゃいけないというふうに言われたんですね。ですのでずっと啓発という言葉を使っているんですけれども、啓蒙というのは上から教えてあげるという意味らしいんです。啓発というのはお知らせ、広めるためにお知らせするという意味らしいんで、あえて啓発という言葉を使っております。またキャンサーチャンネルというところですね、インターネットのホームページなんかを介しまして動画でご紹介するということもやっております。で、明日の内容ですね、またお手元の方にありますので、ぜひ明日も興味を持っていただきましてお越しいただければと思います。で、先ほどにもありましたように、 HPV ワクチンの定期接種化に向けまして、非常に検診への認識の低下が懸念されるところであります。やはりHPV を受ければ80% から 90% ぐらいなんとかなっちゃうんじゃないかというようなことを皆さん思われている。これは非常に危ないことではないかと思っております。ですので、きちんとその検診も重要な位置づけだということを、これからもシンプルな形で、先ほど川上が申し上げましたように、シンプルに10代はワクチンを、20代以降は検診を受けましょうということでお伝えしていければというふうに考えております。ですので、皆さんでもマスコミさんでもぜひそういったシンプルな、あまり込み入ったことを言うとなかなかその理解をするのが難しいということがあります。ですので、シンプルな形で呼びかけを行っていければなと思っております。私も患者といたしまして、もったいないと先生おっしゃいましたけど、子宮頸がんになるのって非常にもったいない、本当にもったいないと思います。私仕事をしておりまして、国際線を誘致するって仕事をしてたんですね、この4月になるまで。ですけれども、リンパ浮腫がですね、やっぱり飛行機に乗るとリンパ浮腫がひどくなっちゃうんです。で、かなり左側の足のリンパ浮腫がひどくなりまして、本当は非常に面白い仕事でやりたいと思っていたんですけど、やりがいも感じておりました。だけどこれ以上続けるとやっぱり体が悲鳴を上げてきたなっていうのがあって、やっぱりそういうふうに人生で諦めなきゃいけないことも出てくるんだな、働いていく上で諦めなきゃいけないってことが非常に辛く感じました。こういったこともありまして、今回働く女性というところにフォーカスをしたんですけれども、ぜひ皆さんもそういった方たちに対しての啓発、ご協力をいただければと思っております。以上です。ありがとうございます。